山下春広は、愛媛県宇和島市出身の元体操競技選手で、日本体育大学名誉教授。跳馬のスペシャリストとしてその名を世界に知らしめた人物でもある。結婚後に、おばの松田家に養子縁組したために、松田春広と生命を改めた。なお名前は、旧自体の、おさむ表記も用いられる。愛媛県立宇和島東高等学校。 日本体育大学出身。1961年に日本体育大学を卒業し、同大学女子となり、選手としても活動する。日本体育大学の体操体育館に寝泊まり、しながら、猛練習に明け暮れる中、ある学生が高く飛んで屈伸させながら、跳馬を飛ぶ姿にヒントを得て、前転と屈伸での着地を組み込んだ、山下飛びを編み出す。 山下は、この新技を引っ下げて1962年世界、体操競技選手権の種目別跳馬で、銀メダルを獲得した。山下は1964年東京オリンピックで、外国勢が、山下飛びを真似してくるだろうと考え、新技の開発に乗り出す。青森県八戸市での合宿の際に目にした、トランポリンを試しに飛んでみたところ、ひねりの練習に、 効果的だと気づき、トランポリンを使って、自身にひねりの感覚を覚えさせた。そして、オリンピック本番ではひねりを加えた、新、山下飛びを披露し、金メダルに輝いた。山下は、東京オリンピック閉幕直後に2歳下の女性と結婚するが、その際に幼少時から面倒を見てくれたおばと、養子縁組したことにより、松田聖を名乗っている。 1966年の世界体操競技選手権でも団体総合と個人種目別跳馬で金メダルを獲得。1968年まで現役選手として活動し、日本体育大学で指導者となり、剣持映像や塚原光男などの指導を行った。また1970年代にはインディアナ州立大学でバイオリズムなどの研究にも携わった。 1976年モントリオールオリンピックでは女子コーチ、日本選手団の総務として参加した。1990年の第11回アジア競技大会では体操日本代表の監督を務めた。日本体操協会では女子協会委員長や専務理事などの要職を務め、2000年には日本人選手として竹本正夫、小野隆史、 遠藤幸世に次いで4人目となる、オクラホマシティにある、国際体操伝道入りを果たした。また同年に、故郷の宇和島市より名誉市民号を贈られた。2017年秋の叙勲で、随放中受賞を受賞。日本体育大学時代の同級生に、俳優の千葉真一がいる。現在日体大を、定年退職後、体育系大学予備校の、 体育進学センター校長を務めている。ありがとうございます。